アインシュタインのビジュアルレディオ。さあ始まりました。その間を空けて拍手してくださるんですか。さあということでございまして始まりました、はい、アインシュタインのビジュアルレディオでございます。まあ、この番組はですね、見て楽しんでいただく架空のラジオ番組と。そうですか。なっております。まあ、あの一応ね、この用意していただきました、うん、はい、セットね、はい、いやここまでやっていただけるようになるとは。あのまあ言わなくていいことですけど、吉本の本社の会議室でお送りしております。言わなくていいこと。でこの番組はあのキリンビールさんの提供でお送りさせていただいております。本当に後悔しないんですかね。何が。どういうことよ。僕みたいなやつ、その飲食関係の PR に。知らんからな俺は。それはでもまあ懐のね、その深いと言いますか、ああそこはもうアインシュタインで行こうってなってくださってるわけですから。ほんまですか。河合さんだけやったはずじゃないんですか。まああの最近ではね、だから朝の番組とかお昼の番組もちょっとずつ出していただけるようになったじゃないですか、はい、まあでもあの食べるもん食べるシーンは稲田のとこだけカットされてます。もうなんか気ぃついたらモクモクして。稲田さん、あの食べても食べなくてもとか言ってほしい。あ、どうせならな、ああカットなので、あのお腹減ってたら食べてくださいって言ってほしい。他の方が気が楽くて、他のことに集中できる俺は。いや、ほんでそのあれもまだだから、その完成してないやん。いつも その食レポの時にやってるやつあるやん。まあ、ね、あえてマイナスに振るっていうね、こってりしてんのかなと思ったら、そんなことないですねっていうのが、まあ、ラーメン食べたりするときね。そう、あの食レポのね、あの基本とされてること らしいんですよ。はいはいはい、はい、それを僕があのやってみます、はいはい、じゃあこのおうどんいただきます、はい、あまずは出汁からいただこうかな、はいはい、うわすごい香りもすごい、あ出汁が効いてますね、はいはい、いただきます、はい、どうですか。あどうした。これいちごの味すんのかな思った。そんなことないですね。いやだからこれがマイナスへの振り方が下手くそすぎんねん。全然うどんだしです。いやうどんだし、いやそりゃカットされるって。これもラジオというラジオ番組ですかね、っていう手入れがちょっと、はい、あの一応ね、はい、お便りも届いてるんですよ、ラジオネーム、はい、いなちゃん大好きさんからいただきました。あもうえらい、もう言いたい方だよな。来てる。来てます、はい、稲田さんこんにちは、毎週楽しく聞いています。ありがとうございます。 ありがとうございます。すごいあのラジオの手を取ってくださってるんですね。ところで最近ムカついたことはありますか。うわざっくりしたメール。いやそれこそここ何でもできたやろ。そうですね、えらいざっくりした。腹立った話。腹立った話。いや俺あの最近あったわ、もうほんまそれこそ。なんですのん。なんですのんって、あのまあ今だからまあちょっとこういう状況やからさ、はい、どこの建物入るにも検温があったりとか、はい、あのまあもちろんこの手の消毒はもちろんやけど、はい、であのこの間テレビ局に打ち合わせに行かないといけない東京で、うん、で、お昼の2時半に入ってくださいみたいな、はい、朝になんか仕事があったね確か、うん、ほんでお昼ぐらいに終わって、うん、まあ僕は、ちょっとお茶して時間潰して、うん、でタクシー乗って向かってんけど、あの道が思いのほか混んでて2時40分ぐらいに着きそうってなったから、まあマネージャーさんに電話して、あのちょっとこうこうこうで今ちょっと道が高速道路が混んでるので、はい、10分ぐらい遅れそうですと、であの稲田は来てますかって聞いたら、あ稲田さんもうあの2時半前ぐらいには着かれるみたいです、はい、ほんで2時40分ぐらいにほんまに着いて、うん、あのそのサーモグラフィーの前通って行きかけたら、はい、その2時半前に着いてるはずのあの稲田さんがテレビ局の1階のロビーでなんかスタッフさんになんかなんかこうやってむちゃ仰がれてる、こうやってなんか知らんけど、であれ10分以上前に入ってんのこいつ何してんねやろと思ってチラッと横目でそれだけ確認して、俺サーモグラフィーの前通ってそのままスッて入る時にその新入社員の女の子が今マネージャーでついてくれてるやるんか、俺その子に「俺稲田俺何してんの?」って聞いたら「いや稲田さんなんか直前にお風呂入ってきたらしくてでなんか体温が上がってしまって今止められてるんです」みたいな。え何なんあれ。いやなんかなんてポッカポカする入浴剤入れてもらったんだよ。あのいや会社をなんかああそれ寝る前やねんそれその入浴剤入れんの。買ったばっかですっごい使いたかったんですよ。
結果3時前ぐらいに上がってきてたやん。ずっとテレビ局の社員さんにこうやってなんか仰がれて恥ずかしいね。腹立ったことありますか？僕はまあはい、ちょっとね動かないことが多いんでね、うん、たまにランニングしてるんですよね近所。ああはいはい。で、うん、なんか東京とは思えないぐらいの自然に囲まれた公園があってね、はいはいはい、そこをよく行くんですけど、ね、ちょっと大きめの公園。そう大きめの公園、うん、もうそこ着いた時に汗だくだったんですよ、はいはい、でその公園をこのちょっとジョギングランニングしながら歩いてたら、うん、野球部の5人組の男の子たちが、はい、僕を追い抜いていった時に、うん、ちょっとなんか異様な空気を感じたのか、はい、振り返ったんですよね、うん、男の子が。ほんなら「あ稲田さんだ」って言われて、あまあいわゆるこの顔を刺すってそう東京でも顔を刺すんやと思って、はいはい、でもう汗だくビチビチやから、うん、めっちゃいじられるやろうなと思ったけど、うん、覚悟したんや。そうでもそんなことなくて、うん、すごい何ていうんですかちゃんと礼儀のできた子たちだった。好青年、はい、ただこれはいじったなっていう唯一のセリフが、うん、稲田さんって髪の毛それでしたっけっていうすごいやもう取り外し可能の時のやつのセリフアタッチメントタイプみたいなぺったんこやったからぺったんこやったからぺったんこでなんか横だけ持ってなるんですよ僕でそれ稲田さんそれでしたっけでもやっぱりその関西と関東ちょっと違うやんやっぱり。あー違う、あーそれやっぱ関東ってやっぱちょっと品あるやんそうやって。だって先月やったっけ京橋でまだロケできた時に、はい、京橋でロケした時に、京橋のさ朝から飲んでる歯抜けたおっちゃんさ やたら好かれてたやんなんかハマりましたね京橋。その会うおっちゃん会うおっちゃんに「うわー自分会いたかったわ」とか言ってめっちゃこう触られたりしてたやん。はいはい、で後半で言われてたよ「あ、うん、もう俺めっちゃ好きやねんお前のこと」って言って「で、あ なんでそんな好きなんですか?」って言ったら「いやこいつぶっさいかのに生きてるやろ!」って言ってこれがやっぱ関西のいじり方や。やっぱりぶっさいかのに生きてるやろって、すごい失礼いなまねゲストコーナーさあ、我々アインシュタインだけではなくですね、特別ゲストの方に来ていただいているようでございます。早速ご紹介いたしましょう。この方でございます。あ、どうもこんにちはよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。自己紹介の方よろしいでしょうか。はじめまして、長野芽衣ですあ、長野芽衣さん。長野芽衣です。すいませんお忙しい時にありがとうございます。あ、はい。今日大阪にはよく来られますか？お仕事で。はい、恋人がいます。え、恋人がいまして会いに来てます。長野芽衣さん女性ですよね。恋人がいます女性私が。あ、これはご自身のことで。そういうこと。あ、そうなんですか。うん、恋人がいらっしゃるんですね。うん、いる、うん、いる、うん、あ、そうなんですね、うん、ちなみに僕たちアインシュタインのことご存知ですか？知らない。あ、知らない。芸人？そうなんです、まだ若手と言いますかちょっと売れてないんですけども。なんかしてよ、なんかしてよ、メイを楽しませてよ、長野長野を楽しませてくれよいや、ちょっといきなりこのなんかって言われてもちょっとなかなかあれなんですけどね。アインシュタイン稲田くんのことご存知ですか？知ってる。あ、そうし、ご存知なんですね、うん、どうですか稲田さんの印象なんかは。すっごい好き。あ、好きなんですね、うん、あ、めっちゃ好き、だってはい、ぶっさいぐらいのに生きてるもん言うか長野芽衣ちゃんが言うか、それゾッとするわ、このコーナーアインシュタインにお願いしたい。さあ、このコーナーはですね、さまざまな企業さんから、はい、いただいたお願い事を我々アインシュタインが全力で、お答えしていこうというコーナーでございます、はい、早速電話がつながっているということでございます、はい、呼びかけてみましょう。もしもーし。はい、こんにちは。あ、こんにちは。あ、こんにちは、アインシュタインと申します。
はじめまして、キリンビール宮本と申します。あ、よろしくお願いします。宮本さん、よろしくお願いいたします。いいですね、ラジオっぽくてこの電話でつながる感じ ね、はい。宮本さん、僕たちアインシャインのことはご存知ですか？え、よく存じ上げています。あ、本当ですか？ありがとうございます、はい、僕で大丈夫ですか？え、あの、今のところ後悔してません。後悔する可能性は秘めてるんですね。そうですね、可能性は残しつつある感じですね。今のところ後悔していませんという。あ、だからここキープさえすれば。そうですね、あの、ただでも排水の陣だと思ってください。皆さん、ギリギリ、はい、ギリギリだと思ってください。頑張ります。さあ、宮本さん、お願いは何なんでしょうか？お願いの前にですね、はい、今お手元に本麒麟、はい、届いてますでしょうか？もちろんです。この本麒麟なんですけれども、ドイツ産のホップにこだわって豊かな香りを実現しています。またキリンビール伝統の低温熟成法からさらに 1.5 倍の時間をかけた長期低温熟成を採用。深い味わいと濃いコクのために焦らずじっくり作っています。とても今売れている新ジャンルです。今のところ累計で何本売れてるんですか、宮本さん？おかげさまでですね、累計出荷11億本を突破しました。すごい数。これ、その売れてる要因としては何が要因なんですかね？やはりそうですね、アルコール度数 6%、はい、しっかりした味わいと、はい、濃いコク、これがですね、お客様に非常に受けてるんだと思います。また、うん、色合いもですね、はい、店頭ですごく目立ちますので。そうですね、この綺麗な赤ですよね。キリンの本気で作った本麒麟です。なるほど、あ、なるほど。ということでございまして、美味しそう、聞いてるだけで美味しそう。ちょっと今日は試飲させていただけるということでございます。僕もですか？はい、ぜひお飲みください。はい、キンキンに冷やしていただいて。じゃあ、選べる？はい、いただきます。初めて飲む。はい、どうぞ。あー、ほんまや、うわ、めっすごいコクですね。あれやってみようか。今ちょっと、これはね、こちらの事情ですけど、今思いっきり午前中なんですよ、はい、この午前中から飲むビール、やっぱ最高ですね。最高。オフィシャルで、はい、もうすいません、僕の仕事はもう今日終わりました。これで確かに美味しい、ほんまに美味しい。いや、3口目いってもてる。香りもいいですね、すごい、うん、香りはですね、ドイツ産のヘルツブルカーホップ由来の非常にいい香りがします、ね、なるほど。いや、なんか帰った時にヘルツブルカーやなー思ったもん。なんで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 。いやいや、そんなヘルツブルカー言うてても、はいはい、ほんまかと思ってカシャって開けた時に、ああ、もうすっごいヘルツブルカー。ヘルツブルカーホップですもんね。稲田さん、さすがです。いえ、とんでもないです。すごい、何の温度もなかったね。ただ今宮本さん、C が喋ったみたいな。稲田さん、さすがです。おいしい。さあ、それでは宮本さん、お願い事とは何でしょうか？はい、この11億本売れている本麒麟にかけてですね、はい、アインシュタインのお二人にそれぞれ11文字でこの本麒麟の美味しさを表現していただきたいです。なるほど、11文字。そこフリー、フリーはダメですか？いやいや、フリーやったらフリーはフリーでまたきついよ。あ、そうか、ハードル上がるんか。そう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 。じゃあ11文字で。11文字か、まあ、味を伝えたいな、はい、聞きました。はい、これ実際によかったら使ってくださったりとかあるんですか？精一杯検討します。あー、大人の対応ですね。約束はしないっていうね、はい、すごいですね。前向きにとか精一杯に検討する場合はもうほぼなしだと思います。確かに。さあ、それではかけました。じゃあ僕からいきましょうか。はい、はい、本麒麟のキャッチコピー、こちら。五感で感じるうまい酒と。なんなんそれ。宮本さん、わかりますか？はい、わかります。一応金賞五感の五感にかけてるんですよ。ああ、なるほど、さすがですね。本当に思えてますか？思ってましたよ。割り当てられたセリフみたいに感じました、今。いや、そんなことないです。いや、素晴らしいですね。ありがとうございます。そうなんです、本気一貫獲得してます。ありがとうございます。ね、ビールのコンペで。でもこのかけるのはいいですけど、その嘘があってはいけないと思うんですよね。五感って、まずは何を、まずその味ね、味覚、はい、味覚、
資格、まあまあ もちろんね資格、見た目もいいです、そのやっぱビール入れる時の音もいいです、はい、音は聴覚、はい、聴覚ね、で、あとは何でしょう、触覚は、触覚はまあだからなんか指とか入れたら気持ちいいでしょ。指は入れたらダメですよ、ね、指は入れへんけどな、入れへんけど、入れないでください、入れないです、入れないです、もちろん、あ、この口に入った時のこの、そうですね、下に触った時、舌触りということですね、味とは別でが、はい、とてもいいと思いますね、で嗅覚はまあ香り、はい、香りもいいので、あ、はい、ちゃんとしてますね、ありがとうございます、なんとか、はい、すごいな、食感だけなんとかちょっとね、危なかったですけど触覚だけ危なかったですけど、さあ、じゃあ稲田さんいきましょう、はい、もうこれしかないでしょう、キャッチコピーお願いします、いきます、この切れ味まさにあれだ、どれやねん、いや、違う違う、それを何か言わないと、ちょっと待って、まだ思いついてまだ思いついてなくてちょっとよ、そこうまいことバシッと決めないとキャッチコピーにならないのよ、どれなんやろうって、ああ、じゃあ飲んでみようって思わせる、ああ、遊びしろって言うんですかね、ああ、それはなんかこう気にはさせれてるけどな、ああ、それでもうキャッチコピー打ち出してもらってるやんっていう、この驚きもあるでしょ、ああ、もうとりあえずこの美味しいのを伝えたい気持ちが勝ってもうて、勝ってもうて、ああ、言葉がついてきてない、どれかは言えや宮本さんいかがですか、いや、あの稲田さんのすごく面白いですありがとうございますどうでしょう、検討していただけますか、はい、あの前向きに検討して変わらずですね、変わらずでした、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、まあでもまあ僕たちが PR するまでもなくもう売れてますから、そうなんですよ、実際に、はい、それ美味しいね、皆さんもぜひこの本気に飲んでいただきたいと思います、宮本さんありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました、さあ、エンディングでございます、確かにあっという間でしたね、やっという間よ、本当にちょっと、全然遠慮なく言ってくださいね、オープニングちょっと長いよとかまあまあ、今日は初回ですからなんかそう、久しぶり、なんかね、はい、嬉しくてね、この確かに久しぶりにお会いする方ばかり、そうなんかその、ちょっとでも受けたいっていうのがあって、なんか長々喋ってしまったそんな全部言うてしまうなよ気持ちはわかるけど、同じくでしょ、あ、いや同じくやけど、それは言わへんままやるやん音ね、そうですか、そうですよね、ということでございまして、はい、また次回、はい、ございますので、はい、楽しみにしていただきたいと思います、ということでございまして、今回はここまででございます、またお会いしましょう、さよなら、さよなら。